イエーイ、皆さんこんばんは。ということで、今月の第1回目、1回目の笑顔千両始まります。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。こんばんは、こんばんは。はい、ということで、今日は、10月何日、私かな、10月今日は何日ですか。あれちょっと待ってね、今ね、私がね、ミスってますんで音が出てます、ごめんなさい。ということで、はい、今日も笑顔千両最後までよろしくお願いいたします。この番組は、お墓のお掃除、お参りの代行はお任せ、中田ピッカ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 サービスの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ちょっと涼しくなりましたね。なんかこう朝晩ちょっと寒い時があったりとか、なんか寝ててもこう寒いなと思って目が覚めたりとかね、しますけれども、皆さん風邪ひいてませんか。はい、今日はですね、なんともうね、これテレビなので見てもらってわかる、今日のゲスト、はい、この真っ赤っかのT シャツを着て、もうね、名前が出てますけども、台湾まぜそば安田さんの店長さんです。で、野原たくしさんでーす。こんばんは、よろしくお願いします。たくちゃん、よろしくお願いいたしま す。そして私の左隣にいます、私の彼これお決まりなんでね、たくちゃん、もうこうやって言ってるとそのうちにそうなるから。はい、今日も、はい、ジャジャルイボストンでございます。よろしくお願いいたします。もうそのうち嫌われるかなと思ってるんですけどもね。はい、今日の このゲストね、たくちゃん、いつもたくちゃんたくちゃんって言ってるので、私今日それでいいですよ、たくちゃんで。初めて本名、ここにね、皆さん画面の中にこう名前が書いてると思うんですけど、この名前をこう最初にね、打ち合わせの時に入れるんだけど、名前なんて言うんですかって言われて、ちょっと分かんないでたくちゃんしか知らなくて、野原拓司さんって言うんですね。改めましてよろしくお願いします。で、なんでこのね、関係性はですね、いろいろあるんですが、私ね、7月から伏せの方でナナミというね、カラオケのお店をやらせていただきましてですね、そこになんとお客様として来ていただいてですね、大変仲良くなりましてですね、ぜひ来てくださいって、もう2つ返事、よっしゃ行ったるわと。今日はね、本当お店を終わって、ちょっとね、いろいろとこうお店のことで会議があったりなんかで、もう急いで、もうタクシーじゃなくて、なんだっけ、バイク飛ばして来てくれます、ね。はい、バイク行きました。ありがとうございます、お疲れ様です。ねえ、もう全然疲れてないですよ。お疲れね。はい、これ終わってからまた伏せでグッとグッとはい。でね、先ほどちょっとお話しさせてもらった台湾まぜそば、今日ね、私も行ったんですけれども、ちょっと皆さんにね、ちょっと紹介したいと思うんですよ、お店のね。はい、で、写真もちょっといくつか写させてもらったので見ていただこうかな、皆さんに。そしたら、じゃじゃ、写真、あ、これ、まあこれが先に出ちゃったかっこいい。マサさん、この人。どうですか、じゃあこの発音。楽しい、楽しい。いい感じの発音ですよね。はい。これがね、いきなり出ちゃいましたけども、いつもね、いいね。もういつもね、もうこれの100倍ぐらい明るくてね、もういつもこうやって盛り上げてくださって、こちらが、楽しませていただくっていうぐらいの感じの、たくちゃんなんですけど、で、この今ちょっとちらっと映りました方のちょうどバースデーでね、その時ちょっと皆さんで楽しくしてて歌ってもらったんですよ、たくちゃんに。あ、
これがですね、今日私が写してきましたタクちゃんのこれ後ろ姿そのあれが出ちゃいましたね、動画が出ちゃいました、うん、最寄りその安田というね、まあ、タクちゃんのお店、ね、最寄り駅は八重の里でいいんですか、近鉄の八重の里です ね、近鉄の八重の里っていうところでね、うち伏せの次の次ですか、次の次の次です、次の次の次、うん、あ、そうですね、八重の小坂、八重の里、八重の里、はい、まあでも鶴橋とかあの辺からも全然近いですね、一、ね、本ですしね、はい、来やすいですね、ここの八重の里っていうところからどうでしょう、徒歩2、3分ですね、うん、ちょっと一本裏の筋というかにありまして、はい、このんお店の、あ、ここですね、店構えが安田さんというね、ここです、で、はい、でその次に、はい、台湾、これこの字がひょっとして、いえ違います、これはね、あ、これ違う、そうなんですよ、うちフランチャイズで、はいはいはい、本店が西宮の方にある、はいはい、そこの店長が考えたロゴですね、あ、そうですか、はい、まあその話また後でさせてもらって、はい、こちらでございまして、看板が台湾混ぜそば安田ということで、はい、こちらでタクちゃんが、でこれがちょっとね、メニュー、メインメニューですね、そうですね、はい、だいたい私今日食べさせていただいたのが左の下の方で、うちマスターが食べさせていただいた、あ、私これ辛いやつです、そうですね、まあ、普通の混ぜそばですね、はい、混ぜそば、はい、で普通のこう ラーメンっていうかお汁のあるラーメンもありますけど、メインがやっぱり混ぜそばですか、やっぱり混ぜそばですね、大半の方混ぜそばです、そうなんです、おお、はいはいはい、こんな感じで美味しかったんですけど、このんで次は何が出るかな、うん、これです、私がいただいたのが、これは普通のスタンダードの、うん、スタンダードの台湾混ぜそば、はい、まずはこうスタンダードでと思ってね、美味しかったです、たくちゃん、なんか可愛いですね、こういうにしてみるとね、なんか目玉みたいで、はい、美味しいです、ネギとニラとで台湾ミンチ、ミンチとこの、はい、あと海苔が、そうですね、刻み海苔とで卵、そうです、でその下、麺の下にかえしが、うん、いろいろ入って、はいはい、粉が入って、はい、はい、でよくよく混ぜてっていうことですよね、はい、で次が、はい、これがお店のね、テーブルというかカウンターのその前にこう置いてくれてあって、食べ方こういう風に書いてくれてるんですよ、 なかなかよく混ぜて食べてくれない人が多いので、うん、でこれどまあできるまでの間にこの動画を見てもらうと、うわ、いやへ、もう今もう必ずスマホね、はい、そうですね、みんな、はい、もうこれを見るともう一発で分かります、とにかくしっかり混ぜたら方が美味しい、美味しいです、ですよね、粘りが出てね、粘りが出て美味しくなるんです、粘りますよ、はい、はい、でこの熟成麺、これ私が気になってね、今日これ取らせてもらったんですけど、どういうこれは、ね、はい、麺を、はい、まあ、最低で7日寝かして、2度の冷蔵庫で寝かして、そこから2度今日使う分の、麺を8度に、はい、8度のワインセラーで寝かして、すると麺が膨らむんですよ、わーっと、はあ、熟成麺、わざわざ早め早めに麺を取って、うん、冷蔵庫で熟成させます、はあ、じゃあこう2度のところに置いていて、2度ってこのなんていうんですか、固まらか、いや大丈夫だ、2度がもう一番どうですかね、その熟成させる水分保つ、はい、温度なんですよ、はい、あんまり高すぎると水分が出てきて、あ、どうしても麺の中から、そうです、なるほどね、で一気に8度で揚げて解放させてあげる、うん、麺を、優しい感じですね、たくさんね、あれでしょ、麺のすすり具合も良かったでしょ、もうね、そう、私正直よそでもその混ぜ飯じゃなくて混ぜそばをいただいたことはあるんですけど、麺が違うと思った、うん、なんかね、ちょっと太いのが普通なんですかね、で、はい、で太いのでなんかこうちょっと口に残る麺が多いんですよ、意外と汁がないから、ラーメンのように、そうですね、でもたくちゃんのところのその麺とかもすべてツルツルツルって入っていくんですよ、
そのお汁がなくても、そうです、うん、だから気をつけないと、そのミンチがクッとすでるとクッと奥に入ってっていうお客さんが多いんで、お客さんが多いんで、いやいや、もうほんと麺は素晴らしい、麺も素晴らしいし、もうあのなんていうんですか、ミンチみたいな、あれはね台湾ミンチって言って、台湾ミンチ、一味と赤味噌と醤油と砂糖とかバーでいろいろ入ってるんですけど、もうこれが絶妙、本当にね、ピリッと辛くて絶妙でした。はい、本当に。で、次がどうですか、そのタクちゃんの働いてるこれが後ろ姿ですね。もうでも盗撮、私盗撮結構やるんで盗撮マンなので、これちょっと盗撮させてもらって、これがユニフォームのかっこいいですよね。なんかメジャーリーグのなんか、これあのプロ野球の、あのやっぱりキャンプとかあんな行く時の普通の T シャツのあれ飲んでこれ作ったんですよ。はいはいはい、多分ヤクルトかなんかのを文字って作ってるはずです。別名パクったというか。そうです。ああ、そうです。でもかっこいいです。普通になんか着ても別に全然って感じで、はい。そしてあらゆるところから盗撮しましたからね。うちのね、重要な女の子も。そうです、そうです。なかなかね、はい。もうお店もこれだけでもちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、お店がもうとっても綺麗で、もうピッカピカ。だから本当気持ちいいですね。で、このアルバイトの方もすごくね、あの行き届いた、ね、気配りというか、はい、されてまして、よく働いてくれてます。素晴らしかったです。はい、たくちゃん頑張って働いてますけどね。はい、これ何ですか。あ、これも写真か。はい、たくさん撮らせてもらう、バッグばっかりなんですけどねあ、ちょっと待ってくださいよ。で、まあこんな感じで動画なかったかな、たくちゃんの。私動画まで撮ったんですよ。動画なかったかな。ないですね。なくなったかな。なくね。OK。あ、これがね、たくちゃんの働いてるこのかっこ、あまりにもかっこよかったので。かっこいいですか。はい。やっぱ働く姿ってかっこいいですよ。あ、ね、もう、うん、今このコロナの時代なんで、僕らもあんまり必要以外のことはね、喋れないんで、ね、ね、もっと喋りたいんですけど、ね。ああ、もう終わっちゃったけども、あまりにもなんかかっこよくてシャッシャッシャッってするのが、ちょっと動画まで盗み撮りしてしまいましたけれどもね、出演料払わないといけないですねはい、ちょっとここでたくさんもうすでにね、もうメッセージがね、たくちゃんいっぱいいただいてるんですよ。木の川淳さん、生間和也さん、荒木さん、吉高さん、やすこさん、ありがとうございます。白馬さんも今日も店見ていただいてます。正幸、門村さん、はい、ありがとうございます。マスターも見てますよ。マスターなんか言っちゃって一人でマスター早帰るわなで、中村まちこさん、貝塚智子さん、ありがとうございます。りかちゃんこんばんは。白馬さん、いつもありがとうございます。たくちゃん、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 ありがとうございますはい、津田さん、ありがとうございます。中村さん、ありがとうございます。木村さん、ありがとうございます。まるちゃん、今夜待ってますよ。はい、いくま、ひすふせの御曹司ちゃいますのって書いてますよああ、そうみたいですよ。いえいえいえ、聞くところによると、たくちゃん、そう、正解、たくちゃん混ぜそば最高、マスターですね。中坂さんもありがとうございます。井上さん、ありがとうございます。りかちゃん、たくさんこんばんは。出遅れました。全然ありがとうございます。いつも井上さん、ありがとうございます。谷誠さん、りかちゃん今日も可愛い、もういい子ですね、いい子ですね、ありがとうございます。小鉄さん、小鉄師匠、ありがとうございます。本当ぜひね、機会があれば、お店は、何時から何時。今はね、お昼だけで、月曜定休の11時から、2時半、2時半ラストオーダーですね。2時半ラストオーダーですね。だから3時までは空いてます。はい、3時までは行けます。ラストオーダーが2時半。はい、小手さんぜひ、本当美味しいです。はい、で、中村まちこさん、こんばんは。あ、貝塚さん、いつもありがとうございます。マスターが、じゃあ先日は Thank you って書いてます。 Thank you. Thank you very much. イエーイ。ありがとうございます。小山さん、ありがとうございます。台湾混ぜそば、美味しいですよ、井上さん。マジで、今度行きましょう。ぜひ。
はい。で、タクちゃん飲んでないなって書いてました。もうね、はい。今日はね、忙しかったんですって。でもうなんか間に合わないかという思って、なんかバイクでね、飛ばしてきてくれた。ありがとう。牛の浜もうやん。行きたーい。ほんま、うまーい。うまそう。うまい。堀口さん。白馬さんですね。あ、村岡さん、こんばんは。見てくれてますね。ありがとうございます。川西さん、ありがとうございます。マスター、タコちゃん、下ネタそろそろ行こうかって言ってますよ。はい、スキンちゃん、ありがとうございます。先日お世話になりました。ブッシーさん、ありがとうございます。はい。午後14時まで、今は営業、今日は早起き。起き明日あれなんかちょっとはい拝見 ありがとうございます。テレミさんありがとうございます。タツミさんありがとうございます。宮脇さん、タクちゃんに会いたいなって書いてます。ありがとう。はい、川町のね、虎鉄市場、はいはい、もう絶対楽しいですから、もう本当に。うかりやさんありがとうございます。あ、市川新さんありがとうございます。見てくれてるんですよ。お店で飲みながら見てます。あ、虎鉄さんってこの川町の師匠も、河内奄美の駅の近くでラパンノワールって言って、息子さんたちと、まあ、お店をやられてて、そこもまたたまにしか行けないんですけど、もしね機会があれば行きたいなと思います。はい。田中さんありがとうございます。ゆり子さんありがとうございます。じゃじゃ相変わらずかっこいいなって、ほんとかっこいいですよ。お疲れ様です。石川さん、安子さん、お久しぶりです。元気ですか。見ての通り元気です。はい。山口さんありがとうございます。うん、あー、タクちゃんの混ぜそば食ったら美味しいしか出ないって言ってますよ。うん、ほん、ほんとよ。ありがとうございます。はい、ちょっとざっと行かしてもらいましたけれども、はい、ということで、このまタクちゃんとの出会いがですね、先ほどちらっとちょっとフライングで出ちゃいましたけれど、ドービルのね、私のお店のナナミのドービルの2階にあります、じゃあのお願いします。さっきの写真、2階にあります居酒屋、ここですね、ベニー屋と書いてますけれども、はい、ここの、タクちゃんね、もう本当に親しく、ね、常連のお客さんで、ここのママちゃん、この写ってるママちゃんが、と一緒に先、ね、一番最初、うちに来てくださって、大変ママちゃんにお世話になって、もういつもお客さんね、来てくださって、で今日ね、いつもね、私、うちで写真撮ったらママちゃん、目つぶってるから、私わざと撮りに行ったんです。またこれ目やってる。ママ。もう何回、とっても目つぶってるというね。はい。大繁盛の店でこちらもね、ございますけれども。で、いろいろちょっと中の風景も撮らせてもらって、これおでん今やってますね。美味しいですね。はい、美味しいです。ちょっと私で、出かけてくる前に、おでんちょっとだけ食べてきました。美味しいです。はい。はい。そして、こういう、ま、日替わりでいろんなおかずが、出ていて、まあ、これちょうだいみたいな感じで、一品ずつこうね、こうやってママが手によりをかけて作ってます。はい、これなんだろう、ほうれん草かな。はい、でその次がこんな感じでいろんなね料理が日替わりであります。定食とかもやってますしね。で、ランチもやってますし、でここはママちゃんとかは日曜日が休みかな。はい、そうですね。はい、とてもお世話になってます。はい、次が、はい、今日のおかずがこんな感じでしたね。はい、とても美味しいです。またお世話になってね、本当タクちゃんももちろんそうなんですけど、コロンベニアのママにもお世話になって、今日は本当はね一緒に来ていただきたかったんだけど、ママちゃんのところがちょうどね、もうお店がの開店してる時間帯なので無理なので、ちょっと今日は写真だけで出てもらいましたけれどもね、オンエア見られへんわって言ってね、まあ、悔しがってましたけどね。はい、はい。有川さん、ありがとうございます。田中さん、今日歌おうかな。どうしようかな。ベニママ最高。リカちゃん、今日も綺麗、可愛い、ありがとう。こういう言葉何百回聞いてもいいですね。心地よいです。はい。あ、タクちゃん。うん。
さっき食ったあ、サトルさん、こんばんは。お久しぶりです。遅くなりました。はい、どうもどうも。まだまだ時間ありますんでね、ゆっくり見ていってください。ということで、ちょっと、やっぱり、今何時？まだいけるな。たくちゃん、私ね。はいはい。仕事中こそっと見てる皆さん仕事中これから楽しみ、はい、サトルヨシコもういい、もういつもラブラブでね、ここの夫婦は本当に憎たらしいってあれしない、はい、腹減ったのね、近ければいつもさ、今日ね、ちょっと久しぶりにたくちゃん、私の新曲をちょっとだけ出してもらおうかなと思うんですけど、どうぞどうぞ、聞きたいです。もう聞いてないです。聞いてないと思う。うん、ヘイジャジャいい？オッケー。皆さん、今日はね、私前にも以前一回だけ歌わせていただいたのかな、新曲を一曲だけ今日はちょっと歌わせていただこうと思います。はい、新曲？そうです、新曲です。演歌ですけれどもね、私これがいいな、大和郡山市の観光 PR 大使させていただいてまして、大和の桜、はい、曲を今から歌わせていただきます。小さなつぼみが膨らんで春待ち日よりも大和の桜、思い出置いて離れたあなた、二人で歩いた城下町、面影浮かんで恋しいばかり、数えて長ていた春風優しい大和の桜、恋より夢を選んだあなた、並んで見つめた水鏡、涙を流して笑って見せた、風に震える花びらが儚く散りゆく大和の桜、戻ってくると流したあなた、約束信じて待ちわびる
早く叶えて叶えてほしい。ありがとうございました。ということで、私の新曲、まだ CD 化はされてませんけれども、大和の桜をお聴きいただきました。ありがとうございます。はい、たくさん、またいい歌だわ、間違いない。しんさん、俺にはもうさ、もう皆さん大好き、いっぱいね、いろいろ書いてくれてます。メッセージありがく、いい声だわ、ありがとうございます。ひまわりさん、ありがとうございます。また一度お店遊びに来てください。ミリオンヒット間違いなし、今年の紅白出場決定、ありがとうございます。美人歌手リカさん、最高、ありがとうございます。大和の桜、ありがとうございます。ひでまわるくん、久しぶり、ありがとうございます。たくさん皆さんパチパチしてくれてます。まるちゃん、ありがとうございます。たくちゃん、どうでしょう。いいですね。たくちゃん、いつもね、あのお店に来たらね、皆さん本当にね、私を褒めてくれるんですよね。たくちゃん、もう本当にね、はい、いろいろあの歌手の人不正でいっぱい来られた方いっぱい出るんですけど、リカちゃんはうまい、うまい、何歌わしてもうまい。ありがとうございます。いっぱいね、いつもね、一緒にタクちゃんもね、タクちゃんも歌ってもらったらよかったかも。いやいや、さっきちょっとほら、ハッピーバースデー、あれ、あれやった、あれも十分です。あのね、サザン、一般ピープルですか、一般ピープル。本当にね、今日は本当飲んでないか、このおとなしい感じなんですよ。いやいや、どっちが本当のタクちゃんなのかわからないし、いつも飲んでも本当にね、場を賑やかに楽しくしてくれるんですよ。で、他の全然初めてのお客さんもフレンドリーに接してくれて、で、歌でもバーってみんなが盛り上がる。まあまあ、大体サザンオールスターズは全部歌えるね。大体ね、あの古いやつはね。かっこいいんですよ、本当に。その映像がないのがちょっと残念なんだけど、でもいつもいろんな曲歌ってくれて。で、この前ね、そういえばあの、あそこ、何でしたっけ、ジャンカラのカラオケディープ、ディープっていうねところが、ちょうどうちのお店とかに来るあの商店街の入り口に ねあって、ちょっと変わった、東京の新橋に1号店があって2号店でこう付箋できたっていうんですけど、ジャンカラがやっていて、この普通にこう部屋もあるんですけど ねカウンターがでっかいあってね、そこでその普通に皆さんの前で歌う、だからカラオケボックスとは言わない、違います ねだからもう歌のうまいっていう子がみんな来たり、あ、みんなに騒ぎたいっていう人が、でそこになんかあのタクちゃんとベニヤのさっきのねママと連れてってもらいましてです ね夜で、また1時間半ぐらい待って、やっと歌えたんですけど、そこでもまたタクちゃんも歌ってくれて、私も歌わせてもらって、この88点以上、そうです、なんていうの、あれ、コインですね、650円相当の、あの商品が頼めるコインです。あ、それをもらえるんですよ、88点以上だと。88点ね。でそれを私いただきましてですね、でなんとタクちゃんがそれを何十枚持ってるって。僕13枚。13枚、すごい。じゃあもう6,000〜7,000もっとですね。ね、うん、でそれぐらい、まあ取ったっていうぐらいの、やっぱりちょっとだからうまいんですよ歌が。うん、88点以上で。でも結構あそこは年齢層ね、いろんな幅、そうですね、面白いですね、うん、面白い。ただちょっと早く歌えないっていうのが、ベニヤのママがえらいブツブツ持ってて、こんなおかしいわって言ってね、言ってましたけど、そこにこの前も連れてってもらって、楽しい歌をね、またうちの近くなんですけれどもね、よそのお店の宣伝してもしょうがないんですけど、楽しかった。楽しかったね。うん、タクちゃん、なんかお店の宣伝か、うちの宣伝か、なんかない、タクちゃん。ああ、僕ね、うちがね、ちょうどこの11月の、7日で、丸2年、2周年、はあ、20年になるんで、あそこに出店して2周年。はあ、あれはおめでとうございます。ありがとう。そうなんです。なんやかんやね、コロナでありましたけど、うん、ね、続けれて。その前も、あ、じゃああそこ以外、いや僕はね、もともと若い時は日本料理の調理師で、で伏せで、あ、
割烹店を親の代からやってます。はい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 。40年40何年割烹高っていうね。割烹高もうね、あの皆さん知ってます、あの風情の方。私はちょっと知らなかったんだけど教えていただいて、もうすごいそのね、あのお店をされて、そうですね、お父さんの代されていたということで、そこでたくちゃんも、そう、もう本当に有名なお店で、はい、あの皆さん知ってます。でそこからまたあの安田さんは、それがね、うんうん、あのそれまであの包丁一本じゃないですけど、ちゃんちゃん、あの、うん、職人としていろいろポートピアホテル、はい、天王寺の天王で都ホテルで、あとどこや、あなんか、あの料理屋ですね、姫路とか京都とか加賀屋のあの駅ビルのとこも、まあ助として、はい、あの忙しい店に手伝いに行くと。さすらいの料理人ですということですよね。そうです。すごいな、もう本当腕一本でね。で今、まあそこがじゃあ2年ということで、2年、ちょうどそのコロナ で、うん、そうですね、全部仕事がなくなったわけですよ。宴会がなくなったんで。でもコロナの最中にじゃあそこを出店されたということですね。すごいですね。もうでも、まあ、オーナーが、まあ、いてまして、はい、でそのオーナーがやってみないかと、まあ、やりましょうかと。もういや、そのさすらいの料理されてる頃にもういろんなこう人脈とか、そうですね、いっぱいしてますね。いろんな人と知り合ったんで、ね、はい、でそこでこう白羽の矢が、まあ、そうです。そうですか。2年か。ものすごいお店がとにかく綺麗で、うちのマスターはそれはやっぱりね、あの僕日本料理は掃除から始まるんで、はい、もうピッカピカ、もうなんかほらこれごめんなさい、ラーメン屋さんイメージできんですよ。なんかラーメン屋さんって割とそんなピカピカっていうイメージがあんまりなくて、で入った途端あのマスターがねもう驚いて、もう潔癖症でございますのでねピカピカにするもんで、ここは気に入った、とにかく綺麗や、食べる前から気に入ってましたけどね。もう本当に綺麗なお店でね。あ、そうですか、2年ですか。そうです。うん、こちょっとこう裏通りにあって、ね、最初はもう、うん、あんまり全然目立たなかったんで、あ最初ちょっとしんどかったですね。あ、そうか、うん、あることを知ってもらわないとね。 うちのお店も結局そうだけど、ま、やっぱりそこにあるよっていうことを知ってもらうまでが、ね、本当そうです。でも今やもうすごいですよね。いやいや、そんなことないですもん。もうね、ずっと満席、今日もずっと満席で、こうあのなんていうの、ま、お待たれてるよね、はい、待って、お客さんが待っていて、こう入れ替わり入れ替わりで、すごい数で、うん、やっぱり美味しいところにも集まりますね。そうですね、うん、で、あの料金もくしゃみでリーズナブルですし、はい、ぜひね、本当行っていただきたいと思いますけども、たくちゃんはあのこういう風にしてこうかぶって、いやもう全然わからなかった、私今日あれ、たくちゃんどこにいるんだろうと。僕探すのはこの赤い頭見つけてくれた。それで分かる。ちょっとなんか色が薄くなってきてもっといつも鮮やかな赤なんですけどね。はい、いつももっとねバーってバーってね喋るんですけど、でも全然、ね、もうさ、いやこうやっぱりあのメインがやっぱりいいよ。じゃあ振ってもらってばと。いやもう全然タッチ、タクちゃん喋って、ね、いつものように。僕もね、でもいつも、うん、あの、ななみさんに行かしてもらって、はい、もういつも楽しいし、うん、まあまあ上手やし可愛いしな、可愛いね、本当に心から思ってる。ありがとうございます。どういうかな、ほわっとしてる感じ。いやもうで歌も演歌からポップあれ全部、うん、そう綺麗に歌いはるから、だいたい演歌の人ってちょっとこう出たりしますやん、うん、それがないもん。あ、それがものすごくいい。ありがとうございます。ものすごいうまい。うん、まあね、やっぱ僕ら素人のちょっと歌うまいのは、もうプロには勝てません。いやいや、でも歌ってその、まあ、私たちはお金をいただく職業なので、まあこれちょっと違う、まあ、そうですね、うん、違うとは思うんですけども、基本はやはり楽しく歌う、上手うんぬんよりも ね、楽しく歌うっていうのが大事かなと思って。カラオケ、僕もそのカラオケディープは行って、声を鳴らしに行ってから飲みに行きますからね、バーと伏せの街へ。そう、伏せで55年伏せで飲んで
生まれ育って伏せで55年。もう何でも伏せの、私たちはもう本当、伏せに行って、まだ3ヶ月なので、もう全然何も知らないんだけど、もう55年ですから、もう何を聞いても知っているし、で、全然こう、なんていうかな、お客さんがね、たまたまなんかフェイスブックつながった時にパーって投稿を見てたらタクちゃん出てきて、あれこれタクちゃんじゃないのって、あ、じゃあ知り合いだったとか、もうそういうね、つなが、人と人とのつながりがね、割と本当多い街で、あったかいです、その点ね、やはり、ね、うん、もうね、暖かさもう本当にね、日に日に感じます。最初はね、やっぱりこうある意味こう抵抗あったりとかいろいろあったけど、あのね、な、あの、伏せの人間というのはね、こうちょっとこう引いて見張るんですよ、最初。でも本当に長くなったらものすごく大事にしてくれるんで。ですね、はい、もう本当にね、先ほどのね、ベニャルママもそうだけど、ドービルのね、ママたちももう本当に可愛がってくださって、最初はちょっと不安しかなかったんです、正直。やっと3ヶ月迎えまして、ナナミもですね、こういうタクちゃんみたいなこう常連のお客さんが可愛がってくださって、本当にね、おかげさまで3ヶ月迎えましたけども、もうまだまだこれから同じビルの人に、ね、10年20年とか、もう20年とかね、もういてます、いてますね、すごい、もう30年選手がいてます。あ、本当にね、もう大先輩ですけれども、うん、タクちゃんってさ、はい、食べるもの何が好きなの？僕はね、基本その昼のご飯はね、もうどうでもいいんですよ、パパパッと食べれるもんで、うん、で夜にお酒をたしなみながら、あてをいろいろ食べる、ちょっとずつを、はい、あ、それで僕がいつも行くのが、まあ、ベニヤさんとかあのフラットさんとかいろいろあるんですけど、うん、ちょこちょこ出してくれるお袋の味みたいなもの、それをつまんでお酒を飲んで、いい気分になったところで歌いに行く、それの パターンです、毎日。でもいいですね、お昼間こう頑張って働いて、そうやってこうちょっとね、なんかあんまり食べないイメージがあるんですけど、もうだからちょっとのあてとお酒と、ほんであと歌があれば、あ、もう10年間女抱いてない。いやー、これが出ました。私ももうあのね、これタクちゃんに会ってからどうだろう、100回ぐらい聞いたかな。10年間何もない、あと12年、ちょっともうこれはね、あのちょっとあんまり詳しくは言えないんだけど、あと2年と半年あ、ね、経つと解禁ですわ。解禁だそうです、はい、まあでもね、あの自分で決めたことやから、これは、はいはい、でもね、知ってる、もあの店に飲みに行った時に、そこのママには今度84回抱いてあるからもうこれね、タクちゃんの、あ、もう本当にね、もう大体それですよね、もうそれがまた楽しいんですよ、もういやらしさがない、何を言ってもいやらしさがないし、楽しいし、本当に面白いわ。もうあの、もっとこう毒舌じゃないな、毒舌じゃないな、毒じゃないな、まあね、いろいろね、うん、その人のどうですか、うん、特徴を取ってばって、うん、僕やるのが好きなんで、ね、ある先輩が人の特徴を取るのがものすごくうまいと、その人を見とったら、これは面白いと、うん、あ、でもタクちゃんもすごいよ、だってなんていうの、お店が別にほらトークするお店じゃないじゃないですか、まあまあ、別に、ね、ひたすらもう一生懸命、うん、そんな暇もないじゃないですか、作っていて、なのにすごい、もう接客っていうかすごいなと思って、あのおしゃべりが楽しい、うん、でもあのぜひぜひって、ね、まさか来てくれるとは思ってなかったぜひって、あ、行ったらでーって言ってね、で言ってくださったから、ちょっともうたくさんでメッセージいただいてるんで、ちょっといいですかね、パチパチパチ、素敵でしたということで、岸岡さんお久しぶりです、こんばんは、お店行きたいわ、来てほしいわ、岸岡さん来てお願いします、はい、どまるちゃん何してる、大和の桜最高、バックの音もっと上げたらはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、北村さんありがとうございます、井上さん素敵、ありがとうございます、もう安全運転でね頑張ってください、安田さんありがとうございます、秀丸どこやありがとうございます、市川さん、まるちゃん家です、まるちゃん待ってるよ、これから私もお店戻りますんでね、はい、
カラオケ行きたいって、なんかね、新さん伏せに来て、はい、ありがとうございます。安田2周年おめでとうございます。ありがとうございます。知らぬものはいないカッポータカまず平田孝子さん、ありがとうございます。はい、なんかね、今日ね、いつもうちでほら遊んでくださってる時のタクちゃんとお仕事している時のタクちゃんのこのオンとオフの違いがすごくかっこよかったって。いや、もうもう愛想なしで、もういや、もうね、あれがすて、だから私も動画撮っちゃったけどマスターがそれをね言っていて、もうこの違いはすごいな、プレ早速フェイスブック上げてましたよ本当に、うん、はい、かっこよかったです本当に。タクちゃんの言葉で伏せに、そうですね、伏せにやっと本物の歌手が来たってね言ってくださった言葉が本当に私も励みになった、うん、誰かに聞かれたら危ないけども、あーあすいません、あの本当にね、でもあのあれがなんていうの、本当にちょっと何気ない一言がすごく、そうですか、ね、励みになるというか、うん、あの本当に励みになりました、もう感謝してます、うん、やっぱね、上手な歌ってね、うん、いいですからね。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、たくさんね、もう本当にね、もうきりなくたくさん、森さんありがとうございます、やっぱ可愛い、ありがとうございます、江口さんありがとうございます。アジロ生まれ聞いてると戻りたいな。あ、ゆり子さん、アジロ生まれなんですか。はい。ということで、もう時間がね、もう本当、私、あっという間でした。あ、そうですか。いや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 。いや、本当に。今日ね、もっとね、いっぱいキュッと入ったら、もっとテンションいい、ね。リベンジ行く、ま、ね、来年ぐらい行きましょうか。来年。もう、あの、今度はもう、もっと飲ませて、いや、今日はダメじゃないんですよ。場所も分かったからね。はい。もうタクちゃんだけ電話なくボーンって来てくれたの。本当、うん、本当に、まあ本当ダイレクトに来てくれましたけどもね。はい、これからまあまあもう皆さん寒くなってきて、ちょっとずつね、冷え込んできますけれども、風邪ひいてる方結構います。はい、風邪ひかないように気をつけていただいてですね。もう何日が2周年です。周年はね、11月の6、7と2日間。うん、11月の6、7、土日ですね。土日2日間、台湾まぜそば安田。ワンコインで、やらせて。ワンコインで、はい。おーおー、もう、毎年恒例なんで。あ、はい、周年。あの周年はもうワンコインで。ワンコインで、11月の6日と7日、土日でございます、はい。ワンコインで食べれるの、はい、すごい、大盤振る舞いですね。ごひいきのあれで。おー、はい、素晴らしい。ぜひ皆さんね、あそこなんです。八重の里の近鉄八重の里の、はい、インスタグラムもやってるんでよろしくお願いします。はい、なんていうの、台湾までそば安田、安田でね、はい、やってますし、はい、皆さんぜひまたそこで調べていただいてですね、11月の6、7にワンコインで周年記念をやられるそうです。その時間も一緒ですか、いつも通り。そうです、お昼だけで、はい、ちょっと争奪戦になるかもしれませんけど ね、どうでしょうね。ねえ、もう駅から 2、3分ですね、まあ、頑張らんとでもそれに向けてちょっとね、また忙しいかもしれませんけれども、頑張っていただいて、はい、ぜひ皆さん本当今後とも台湾までよろしくお願いします。たくちゃんいます。でもこんな喋らないですから。黙々とラーメン作ってますからね。ぜひ本当に美味しいですから食べに行ってください。と、それと、ななみも、レッツシングななみも、やっと3ヶ月、皆様のおかげで迎えさせていただきまして、改めてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。あれ、ジャジャの写真出てない。ちょっとだけ。本当や。うん。この前ね、ジャジャがね来てくれたんですよ。ちょうどタクちゃんが来てくれて、次の日に、あれで見ました。どこに、あれこれね、はい、この前ね、こうやって来てくださって、ほーんとマスターと私とね、記念撮影をしてもらえたんですけれども、もう皆さんね、なんかほら、もうなんか圧倒されて、なんかうわすごいって感じでねもうね、ありがとうございました。その、あ、ベニママも写ってるわ。はい、ベニアのお客さんとね、記念撮影して、はい、しましたけれども
いやーこれあのまずねこうやってこれね寝てるんじゃないんですよ決して、お客さんの歌を真剣に聞いててあまりにもねかっこいいから私撮ったんですよはいこれは明日のジョー明日のジョーはーいはーいということでですね今日も時間になっちゃいましたけれどもあっという間でした本当に今日もたくさんの方に見ていただいてメッセージもたくさんいただきまして本当に改めましてありがとうございましたということで、次は何日かな、10月の28ですね10月28日です次の放送はですね10月28日今度は6時からですはいまた、伊賀保線料よろしくお願いいたします今日も、たくちゃん改めまして台湾まぜそば、店長の安田の店長のたくちゃんありがとうございますありがとうございますありがとうございますそしてじゃじゃもありがとうございます Thank you Thank you Thank you very much Thank you very much はいでは皆さん今日もありがとうございましたではバイバーイ Thank you